はい、お疲れ様です。猫色チャンネルです。というわけで今回なんですけども、私がですね推しているレッドレンズ ML4 やゴールゼロ専用のシェード、レッドハットさんのホコリタケハット、まあ、過去に動画で何度もご紹介してるんですけど、再生リストもあるんですけど、そんなねレッドハットさんのホコリタケハットの面白い企画が今回企画されてまして、それに僕参加することになりました。でそれどんな企画かというとですね、こちら開けちゃうんですけど、こちらの中に、はい、よいしょ、こんな感じでですね、まあ、何も処理、塗装処理、プライマー処理はしてくれてるんですけど、もうほぼ無垢な、状態のホコリタケハットがあって、でオリジナルのホコリタケハットを塗装するっていうイベントが行われます。でそれに向けてね、今回僕も、100円ショップのダイソーさんでね塗料をたくさん買ってきました。ただ僕ちょっとね初心者なので、買ってきたものが本当に合っているかもわからないんですけども、ちょっとイメージする柄があるので、それをね、こちらのホコリタケハット、オリジナルコンテストで優勝を目指してですねやっていきたいと思います。頑張ろう。はい、もう本当にね僕初心者なので、おそらく皆さんツッコミを入れたくなると思うんですけど、まあ、そういった方はねぜひコメント欄の方でツッコミを入れていただけると助かります。はい、非常に助かります。で、まあ、今回まず僕がベースにしたいのはねブルーです。ブルーの塗料で一旦全体をね塗っていきたいと思います。塗装台とかないんですよね、うちね。なんでこのスリアで売ってた固形燃料ごとくなんだっけ、そう、固形燃料用のごとくにちょっと乗っけてやっていきたいと思います。はい、でね、ダイソーで同じくね筆を買ってきたので、これでまず全体的に塗っていきたいと思います。合ってるかは本当に分かりません。開けられた。まずこのスモーキーアクア、これを塗っていきたいと思います。あー、ちょっと待った、これなんかちょっと塗りづらそうだから、このホコリタケハットが入ってたこのステッカー付きなんですけど、この箱活用させていただこうかな。あ、ほらちょうどやっぱり乗るので、これにこの筆でまずはブルーを入れていきたいと思います。緊張するな、本当に初心者なので、どのくらいのあれでやっていいのか、薄く塗る方がいいってちょっと塗装が得意な視聴者さんに教えてもらったんでやってみます。はい、でも楽しいよね、こういう感じでやればいいのかな。おー、おお、なるほど、こんな感じでやっていきましょう。もっと青かと思ったけど、はい、30分置いたらこんな感じで、いい感じになりました。なんですけどもうちょっとね、もう一塗りこの上から塗り重ねていきたいと思います。よし、これでまた一回乾かしましょう。はい、またさらに30分経って、あ、くっついちゃった。あれ、ちょっと待って。くっついちゃった。大変だ。大変だ。あ、取れた。ではですね、こっからですね、さらにイラストというか、僕がやりたいものを描いていきます。で、それ何かというと、ここにですね、金魚を描きたいんですよ。というのも、これをちょっと風鈴に見立てた、ホコリタケハットを作りたいなというのがありまして、ここにねちょっと金魚ちゃんを描いていきたいと思います。
うまく書けるかはちょっとわからないんですけども、頑張って書いてみたいと思います。で、これがね、ダイソーで見つけた、ちょっと赤っぽい色、これしかなかったんで、これを使ってきます。はい、このね、筆も買ってきました。書いてみます。はい、それでは、いきます。あー、難しそう。大丈夫かな？そしたらこの緑でね、水草を表現したいと思います。はい、行ってみましょう。あ、ちょっと思ってた色と違う。あ、ちょっと違うな。これはやめた方がいいかも。あれだ、水の流れ的な感じでいこう。こう。はい。こんな感じでちょっと水のグラデーションが少し出たんじゃないかと思います。じゃあちょっとね、こっからまた違う色を足していきますよ。最後はこのナチュラルベージュ、ちょっと白っぽいイメージでさらに水に透明感を出していきたいと思います。いきます。はい、ちょっとほら金魚が水の中にいるような感じに見えてきましたよ。はい、こんな感じでちょっと深みを出してきます。深さ。はい、完成しました。ちょっといろいろやらかした感があるんですけど、こんな感じで金魚をねモチーフで作ってみました。あとはこれ乾かしてラッカースプレーで仕上げていきます。しばらく乾かします。はい、ですね、4日間ぐらい5日から乾燥させました。このラッカースプレーで仕上げていきたいと思います。クリアじゃない、やっちゃった。すいません、やらかしました。あのラッカースプレーって書いてあるから敵クリアなものかと思ったんですけど、すいません、僕素人すぎて、ここまでちゃんと見ればよかったんですけど、アイボリーって書いてある。やらかした、どうしよう。